皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は天気図に関する問題です。ここに日本が書いてあって、その周りにこう線が引いてありますよね。何本も引いてあります。太い線がまず1020と1000というのが太い線で、その間何本か4ごとに区切って線引いてあります。これ気圧です。1020というのは1020ヘクトパスカル、1016というのは1016ヘクトパスカルで、太い線は20ヘクトパスカルごとになっています。線を基準に、ね、1000ヘクトパスカルを基準に20ヘクトパスカルごと、そして細い線と線の間、これは4ヘクトパスカルごとになっているので、これもここで覚えちゃってください。そしてここに A 地点、ここに B 地点という場所があって、これ丸く閉じている場所、あと E、 この2つがあります。では問題を読んでいきます。1、天気図で気圧の等しいところを結んだ滑らかな線を何と言いますか。2、 A 地点と B 地点ではどちらが風が強いですか。何々地点と書いて理由も書くようになっています。3、 A と E はどちらが高気圧でどちらが低気圧ですか。こういう問題です。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。答えはこちらです。1、天気図で気圧の等しいところを結んだ滑らかな線、この線のことを等圧線と言います。2番の A 地点と B 地点どちらが風が強いですかというと、B 地点の方がこれ風が強いんですよね。理由はこの等圧線の間隔が狭いからなんです。等圧線の間隔が狭ければ狭いほど風は強い、広ければ広いほど風は弱い、こうなっているので、このことも覚えてください。3番、あと今どちらが高気圧でどちらが低気圧ですかと。高気圧って何かって言ったら、等圧線が閉じていて、その中心の気圧が周りよりも高いところ、低気圧はその逆で、等圧線が閉じていてその中心の気圧が周りより低いところ、これは高気圧と低気圧というものでしたね。じゃあ、あのところを見ると、あに近づくに従って1016ヘクトパスカルから1020ヘクトパスカルと、こういうふうに増えていっています。ですからあの部分は周りよりも気圧が高い、だから高気圧だと。いの部分は1008、1004、1000というふうにいに近づくに従って気圧が低くなっています。ですからいは周りよりも気圧が低いということで低気圧、これが正解になります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。